何やら賑やかな和太鼓の音色が聞こえてきました。奈良ラッコの会の皆さんの演奏です。勇壮な太鼓の音がズシンズシンとお腹に響きます。大花さん、やっぱり良い匂いに釣られてしまいました。しかしお財布を事務所に置いてきたことに気づき、しょうがないから私がお金を貸してあげることにしました。お目当てのイチゴをゲットした大花さんでした。たくさんのお店が会場内に良い匂いを漂わせていました。続いてコミカルな音色に乗せて古典芸能の南京玉すだれの公演です。竹馬を見つけた大花さん、このお引きずり衣装で無謀にも竹馬に乗ると言い出しました。言い出したら止まらない大花さん、どうなっても知らないよ。怖い怖い、見てられません。竹馬を持っていたから本当は乗れると言い張ります。梅祭り会場散策はまだまだ続きます。